です。たこやまんです。はずやまんです。というわけで今日やるのはブギーマンでーす。やりたくない。なんか前回やった時に、うん、コメントで、うん、もしまたやってほしければコメントくださいっていうのをね、うん、最後に言ったらものすごいコメントが来たみたいで、うん、やってほしいと。マジで。うん、酸欠がすごい、あとベッドの隙間への恐怖心がすごくなった家でもね、家でも本当に嫌なんだからさあ、うん、前回は、はい、3日目までクリアしたということなんで、うん、3日目クリアした。あ、3日目クリアしたの。あれクリアしたんだって。一応ね、前回の動画もぜひ見てもらいたいんですけど、はい、前回ね、朝ピコピコってあの朝6時の、うん、ナルト同時に下にブギーマンがいてやられたじゃん。そう、でも一応なったから、うん、あの成功してたんだ。成功してたの、うん、実は。で、あいつが出てきたの、うん、そうそうそう。これだから4日目からのやつなんだ、これ。っていうことはもうこいつはもうスタートからいるってこと。ブギーガールね。ブギーガール、うん、邪魔だったの。だから、うん、みんなに多分見てもらえると思うよ、このブギーガール。出てくるかな。4日目だから出てくると思うよ。じゃあ行きましょうか。はい、はい、じゃあ最初カズヤ。え、なんでだよ当たり前だ。俺前回すげえ怖かったんだからな最後ブギーガール、ブギーガール出てきた時でも普通に階段とか歩いてったらさ、普通になんか目の前から出てきてさ、そうだ、で追っかけられて後ろ下がったらブギーマンが上からドンみたいなさ、そう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 、うん、超怖かったんだから。あれこれが後ろ、ね、ということ で、 でこれが前に、はい、さあちょっとそっしかない、今行くしかない。いや、ちょっと今もう一回撮るの待った方がいい。ちょっと一回見てみない、出てくるタイミング。見てると出てこないんだよ。あ、何もこれ雷だよこれ。一回例えばこうやって目線外したり、うん、出てこない。違うんだよ、時間で。で、これ時間を見といた方がいいんじゃない。めっちゃまずい。ほらほら、ほっ、怖い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 今しかね、行くな、ね、あいつは当たって大丈夫なの。まず当たっていいのかも分かんない。あれ、開かない。あーっ、ちょっと待った。あーこー、あー、これはダメだ。あーこれはダメだ。ちょっと待って、あーあーこれはダメだ。ドア今のは怖すぎる。あそこドア開いてたじゃん今まで。なんで急に開かないの。ダメなんだ。うわ、びっくりした今。あんな至近距離で見ると怖いね。最初から詰まったな。あっち、おお、今だ、今あっち行っちゃダメだよ。だからいつもと違うとこが開くようになってんのかな。一回待つんじゃねえ。時間もったいないから一回待つんじゃねえ。あいつ、ということはもう下かな。そうだ、ね、下行かなきゃダメってこと。下行っちゃえ。あいつ出てきたと同時に出発して下すって通り抜けるっていうゲーム。そんなゲームねえ。もう行っちゃえよ。今懐中電灯ないんだよね。ない。怖いよあいつ、追ってこないよね。だけど4日目はまだあの下行ってないから、あいつ下に出てくるかとか分かんないんで、あいつまた来る可能性もあるでしょ。下にも出る可能性あるから。ねえ、超怖いんだけど。しまってる。待てよ、待ってよ。もうお手上げだよ、もうこのゲーム。何で開けた今。これ長押し。あ、じゃああっちも開くのかな。え、長押ししてないの。カチって一回長押しはしてない。じゃあ開くんだよ。なんだよそれよ。それそう
これは無理だよもう。もうマジで、いやまだ俺じゃねえんだ。なんで俺や、俺や、俺じゃねえんだお前。お前の今のズレが今のって終わりは。俺やったわ。俺だって俺下行ったのよ。やったよ、やったよじゃねえだろお前。もうびっくりしたー。俺やったいや一回やめたいこのゲームマジでやめたい。マジでやめたいんだけどどうすればいい。マジでどうすればやめさせてくれるの。マジでやめたいんだけど。もう上からブギーマンはしょうがないね。中押しね。み早くない今回。早いね。行け行け、ここ。ここ行ってみるよ。うわ、ん、楽じゃないか。もうダメ。どうすりゃいいの。ちょっと待って、どうすりゃいいの。どうすりゃいいの。懐中電灯ないから。だもうあんまり気にしないでいろいろ行ってみよう。そうしたら、うん、もしかしたらもう一回風呂場開けて、うん、ダメだったらもうダメなところ開けちゃダメっていう感覚かもしれない、もしかしたら。あ、ということはもう正解しか開かないみたいな。正解の扉行かなきゃいけないみたいな。あいつ待つんじゃねえよ。来るよね。動揺半端ねえの。また話と違う。話と違う。あいつ入ったと同時に来たよ。もうロケットペンシルみたいに来たよ。もう話と違うんですけど。入ったと同時にもいないいない。あ、いるいる。あ、もう、あ、いいね。それでいいんだ。いや、行っちゃえ下。あ、それでいいんじゃん。だからいると思ったら開けなきゃみたいな。こっちから行ってみる。うん。いる？いない。いないいない。電気つけて。あ、なんかある。なんかある、なんかある。リンゴ。リンゴ？リンゴどうやって取るの？使うの？今取ったよね。この 1,2,3 らしい。1,2,3 で使うの？使ってみる。え、これ使っていいの？もう。いいんじゃない？これ使えない。リンゴは違うんじゃない。リンゴはだから後で美味しく食べるようにね。そういうなんて後で美味しく食べるよ。とりあえず懐中電気をね、懐中電灯を取らなきゃいけないから、もう一回どんどん入っていかないと。あれ、いないね。 OK OK OK。 あ、なんかある。なんだこれ。ネギかな。ネギ。使えないのかな。いや、でもいいよ。いけてるよ。いた？アイテムはベッドの場所で使える。アイテムはベッドの場所、うん、じゃあ今じゃないってことね。でも集められるな。じゃあ取れるだけ取っといた方がいいってことね、うん、来た。セイロガンも取った。セイロガンも取った。これ奥あるんだよね。そう、奥ないんだっけ。奥あるけど、あ、いる？あの、ちょっと一回さ、あれなんか光ってるの。何、なんか光ってるよね。ちょっとスイッチの場所がわかんない。せーの。何の音今の。超びっくりした。スイッチあんだっけ。ここあるけど、ちょっとあれ、なんかこれ箱があって、箱がある。ダメだダメ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 。なんだこれ、もう箱があっていけない先。じゃあ違うとこ行く。あー、すげえ。なんかちょっと待って、後頭部だけ汗かいてる。わかるわかる。そうするとあの地下になっちゃうもん、あの怖いとこ。うん、地下行ってみる。それから2階のもう1階あの風呂場を見てみる。いや、ないよ、もう。ここやだよ。行く？うん。
言ったでしょうが。こっから抜け出せないマジで、どうしよう。じゃあどこに、え、わあ、ちょっと疲れる。もう一回開ければいい、ね、え、ほんと？まあいいな、いる、はい、はい、入らないと来るよ、あいつ早く入ってたの。こいつが一番怖いんだから。こいつが一番怖いマジで。違う違う、なんかあの角に、ダメ、もう一回、もう一回やって、もう一回角に引っかかっちゃって、もう一回やって、これダメ、ずるい。あいつみんな思ってたよ、あいつ来るよ、あいつ来るよ、早く2回やって、あいつ来るよって。ちょっと待って、あいつやり過ごしたい、一回。あいつの感覚わかんないよ。早く来る時もあるしさ、全然来ない時もあるからさ。目見えたら閉めちゃう。もうちょっと、もう閉める。いない、入れ。入れ！入れよ！動けない、動けない、動けない。入れよ！動けないんだよ。あ、なるほど。なんだ今。ああ！怖い怖い。じゃあ怖い。クリックを長押ししてたから入れなかった、動けなかったんだ。なるほど、はい。お、着いた着いた着いた。オッケーオッケー、台所クリア。あそこにあったのはなんか取った、またさっきの懐中電気じゃない。なんでこう倒れたの。これなんかある、あんじゃん、これか。なんだ、ネギ、ネギか。ネギどうすんの、ネギ取って。あ、あった！よし！え、じゃあもう戻れんじゃん。戻るよ！あと戻るだけ！さあ、あと戻るだけ！戻るだけだ！行くぞ！こっから、あとこれだけの勝負。つける気になればつけられるの、今も。つけられない。あー怖い。行くよ。行け、一気に行け。ゴー。あー、なー、そこは防ぎようないじゃん、だって。併発すんだよな、なんか。これダメ？さっきは取れてないの。もう一言だね、もう意地悪、意地悪、意地悪、それの一言につける。ここだってどうすればいいの、あそこ見ればいいの。違うでしょ、見ながらじゃん。早く通んないかな。これ上見て、あと、見たじゃん、見たじゃん今。変わんない。お前その下手だからさ、すぐ変わるみたいなさ、なしだろ。俺ばっか探索してんの。さっきから。いや、お前なんかうまいじゃん。マジでどうすりゃいい、マジで。はあ。ゴー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 。結構重要なんじゃない？ほーみたいな。うん、あーもう、
不甲斐ない、もう一回やらせて。オッケー、いけ、頑張れ。あいつ早くない？くんあいつさ、ね、今回早かったよね。なんもない、なんもない。行っちゃうよ。危ねえ、今言ってた、危なかったな。背後、後ろを取るんじゃないの。初めて背後を取るんじゃないの、あいつ。背後を取ればもう怖くない。ないよね。うん、うん、つけるさ。なんもないね。ここは入んなくても一歩入る。はい、あ、いる。つける。セールファン。さっきこっちにあれあったもんね。ないね。お、ああ、こっちにいる可能性もある。うん、でカチッとつける、すぐ入った。そう。あった。お願いします。もう出会えませんよ、出会えませんよ。帰るまでがブギーマンだから。ベッドに戻るまでがブギーマンだよ。音を聞いて。ちょっと待って。え、あれどうすんの。ちょっといるいる。音を聞け。え、早い、今回早い。どうせ、行くよ。え、どうすりゃいい。音って、音どうす、どうやって聞くの。行くよ。ちょっと待って、待って、ちょ、落ち着いて、落ち着いて。ちょ、マジ、一回、ちょっと俺、精神タイム。待って、なんだ、精神タイムって。精神を落ち着けるタイム。はいはいはい。ナイスナイス。ちょっと精神を落ち着けさせて。ね、早くないと思うかい。ペース早い。早い！え、早い。これだから電池取るタイミングかなり重要だね。アイテムセイロガンみたいなの取った。使ってみる。どっから入った、どっから入った、どっから入った。さあ、じゃあベッドから。もう家探索は勘弁してくれっていうふうに言ってですね。あ、いる、ほら。ちょっとベッドからにしてもらいました。乗り切ろう、この夜を。そうだね。よし、いるよ。いるいるいる。で、コツとしては、うん、はぁーって言ってんのに、どこにもいないときはベッドの下にいる可能性あるから、そのときはベッドの下の。ちょっとお前喋ってると聞こえない。上言ってる。ほんとだ、見てるよ。危ない。今俺言わなかったら危なかったの。音もよく聞いて。見てる見てるよ。開けられた？開けられた。よしよし、大丈夫か。あ、見てるよ。ね、おーおー、何今の。
その2そのパターン知らない、ただ下に移動するブギーマンがいた。はい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 、ドア入ってくるブギーマン可愛いよね。うん。何の音？はいはいはい、ね、今こう見るっていう、なんか全体的に暗くなっちゃった。アイテムって使えるのかな、これ。使ってみる。うん。なんで今、今のアイテム今使ったらパンってなんか弾けとんの。全体的にだから明るくなって、てれやべえ時に逃がしてくれんな、うん、照らさなくても。あー危ねえ、クリアしてほしい。あ、開いちゃってる。危ねえ。え、暗いからもっとこまめになんかいろいろやってった方がいい。お前がやんのやめろ、その罠。よし。あ、なんたら、今窓の外にいたじゃん。コイン。